まずはリップアクションする上で絶対知らなければいけないことがあるんで、それどこでアクションするかっていう場所があるんですよ。それをねセクションって言います。セクション、これイコールアクションする場所です。これを自分で捉えら見つけられるようになること。そうするとどこでアクションすればいいのかっていうのが分かるんで、アクションができるんですよ。これね、さっきこのヒアリングで書いてくれてた、リップする人って上手い人の特権なんじゃなくて、アクションする場所が見えてるからアクションできるんですよ。プロとかもそうだし、ね、リップしてくる人っていうのは。なのでこのアクションする場所のセクションを見つけるようになることが第一の条件なので、これどこで見つけるかって言ったら、一番最初だったらテイクオフでボードがスッて滑ってる時に見ててあげる。でもっとレベルが高くなってくると、ピークにセットする前にあそこでなっていうのが見えてきます。ピークにセットした時にあそこだなっていうのが見えてくる。そうするとね、このファーストマニューバーが入れられるようになってくる。でこのファーストマニューバーが一番難しいって言われてるんだけど、でテイクオフしてすぐに走らずにそのままね、リップできるっていうね。まあでも実際この一番難しそうだけど、ここのアクションするセクションが見つけられたら基本的にすぐできるようになります。なのでこうね、サーフィンして横に走るんじゃなくて、もうどこでアクションするのかっていうのを見つけていってあげるっていうのをまず一番最初にやらなければいけないわけだ。でリップアクションするためには、なので一番最初のファーストステップは本当にね、もうこのセクションを見つけるっていうことをね、できるようになりましょうっていう。これができない限り永遠にずっと横に走るだけ。よく聞くのが、走ってって波が切り立ったからなんかこうアクションできるんだと思うじゃないですか。そうじゃないんですよ。パワーゾーンっていうものがあるん でこの横に走っててもパワーゾーンって追いついてくるわけじゃないし、パワーゾーンっていうのがどういうふうにこうね動いてるのかなっていうのが分かれば、アクションになって基本的に簡単にできるんだよねっていう。でまあいきなりねセクション見つけたからアクションできるかって言ったら、まあちょっと難しいので、で次に何するかって言ったら、セクションを90度で降りる。要はこれって波の使い方なんですよ。ほとんどの人が横に走ってボトムに降りてなんかアクションするんだけど、そうじゃないんだよねっていう。セクションを90度で降りるっていうことを海の中でやっていってあげる。そうすると波の使い方っていうのが分かってくるんですよ。波って基本的に こうほとんどの人が考えているのは二次元なんですよね。縦と横、
横。横に行くって言うと大体みんな横に行く。抵抗したら横に走んなければいけない。で、じゃあリップは縦の動きだって言って、縦じゃないですか。でもここに何か足りてないですよ。ないですかっていう話なんですよ。波ってこういう感じで切り立ってるところもあれば、必ず斜面がありますよね。斜面のことも考えないといけないんで、こっちの前っていう要素が必要なんですよ。ちょっと僕はこの XYZ っていうふうに定義してますけど、僕の定義です。なのでここで定義として、ね、まあ、設定しておくと、これからの、ね、話がしっかりと伝わるんで。なのでこのセクションを90度で降りるっていうのは、波を使うときにこの Z 軸、うねりに対して90度で降りるっていうことをやってくるんですよね。これをやることで初めて波を深く使えるようになってくる。だからプロとかっていうのはここがうまいんですよ。でサーフィンってスピードがある人って何がやってるかっていうと、この Z 軸を使うのがうまいんですよ。でこのうねりの向きと自分のライディングのこのね、ボードの向きと、ボードと自分の向きっていう、その3つをマッチさせるとめちゃくちゃ速くなるんですよ。なので、基本的にはサーフィンをね、サーフィンのいろんな映像を見て、上から撮ってるさ、ドローンの映像とかって今すごい多いじゃない？それを見て、見るときに、ポイントとしては、うねりに対してどっちに、動いてるのかなっていう、特にボトムから、トップからボトムに降りるとき、どっちに動いてるのかなって見てほしいんですよ。そうするとうねりに対してほぼ90度で降りてってるんですよ。だから深く使えるんですよ。でボトムターンで、ね、こう横に行って、最終的に次に縦に上がるっていう、でこうやって3次元で使っていくんですよ、波って。なのでまずはこのね、このセクションを見つけられるようになっていく。でセクションを見つけたら、まずアクションをするんじゃなくて、そこからボトムに降りていくっていう練習をしていった。っていうことなんですよね。なのでセクションってどういうものなのっていうことをやっぱり知らないといけないし、どういう特徴があるのか。で、ちなみにセクションってどこなのっていうところで、これからちょっと話していきます。まずはもう、絶対もう、セクションを見つけられるようになりましょう。なので、いろんなサーフィンの動画とか写真とか見て、波、どういう特徴があるのかなっていうのを見ていってあげる。そうすると、サーフィンするときに、実際にサーフィンするときに、あ、ここだっていう特徴をどん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 早く見えるようになるんで、いきなり海に行ってセクションを見つけようと思っても無理なんで、事前に、あ、こういう感じなんだろう、ほう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 って結構サーフィンのね動画見るでしょ。そう見ると、あ、うまいけどちょっとセクションからずれてるなとか、そういったのがだん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 見えてくるようになる。そうすると海の中でも結構スムーズに見えるようになってくるんで、まあそんな話です。このセクションを見つけるっていうのはもうアクションする上でも大前提で、横に走ってスピードつけているだけじゃ永遠にアップスの世界からねたどり着けないんで、リップアクションの世界にね、上手い人の特権じゃなくて、上手い人はこのアクションする場所を見つけるのが上手いっていう特徴を捉えて、なんとなくで、それを具体化していってあげる。そうすれば走らなくなりますよっていうところです。なんとなくね、波が切り立ったからアクションできるんじゃなくて、自分でセクションを見つけましょうってところですかね。だからこれ質問あります？
全部時間を作るっていうようなイメージなんですか、筋肉とかに。ああ、もちろんそうです。その先にまたセクションできてるはずなんで。まあ、切り立たせる時間も作るっていうのもあるし、やっぱりこのさっきの Z 軸で使うっていうのが、その練習していきたいんですよ。そうしないと波を使うっていうことができないんですよね。要はこれ波の使い方の練習なんですよ。要はライディングでどういうライン取りをするとアクションができるかっていう、このコツをつかむドリル、まあ練習なんですよね。ちなみにこれね、セクションスイープドリルって言われます。これ僕が ISA のコーチングのライセンスを取って、で ISA の、ね、このメンターから教わったドリルなんですけど、これも基本的に超大事なドリルです。ぜひ、スイープ分かりますよね、吐く、ホーキの吐くの吐くです。波の使い方ということで、次はじゃあセクションってどういうところなのっていうことのね、パワーゾーンのお話をしていきたいなと思います。パワーゾーンがっていう定義が分からないと、だからここの定義がね、みんな曖昧だし、で明確じゃ、感覚なんで説明できない、だからこうね、なんとかなんとかっていうので解説してるのとか、なんか抽象的なんですよ。でなんかいつだったっけな、2年ぐらい前にパワーゾーンがどうだこうだとかって書いてあったけど、なんかすごく抽象的でしたね。もうなんかこれ波を正面から見た図です。後で実際の、まあ、写真を見ながら話していきます。でパワーゾーンってこれ波正面から見た状態です。正面から見てる図なんですが、必ずこういうふうにね、うねりの上にこういうふうにボコってなってますよね。ありますよね、わかる。これがわかんないと基本的にテイクオフここに合わせるわけだから、でもしここで乗れなかったらここに合わせなきゃいけないわけだから、これが見れるようにならないとテイクオフの芯を捉えることができないから、この芯さえ捉えちゃえば基本的にテイクオフは勝てます。うん、であとこれが見えてくると、人のいないところでめっちゃいい波言われてんなとかっていうのも見えてくるんで、うん、まあね、そんなここが見えない限り、そうそう、ピークのシーンでこうなる、こうなっちゃってパワーゾーンがこうあるでしょ。でパワーゾーンは必ず2つの三角形の対になってるって覚えておいてください。まずはこっち側ね、こっち側ね、一般的に標準的な感じで言われてるのはポケットって言われてる。パワーゾーン、パワーゾーンです。ポケット、僕はポケットっていうよりかはもうおむすびと呼んでます。でこっち側が逆おむすびです。オウム、ライスボールですよ。リバースライスボールです。でこのパワーゾーンで、ここにコブがあるでしょ。ここがピークだ、ね、ここはね、分かりますね。ピーク、なんでピークかっていう理由分かります。もうそのまま英語の意味のままです。一番高いからです。でここピークです。でここは二つ目に高いじゃないですか、セカンドピークですよね。でセカンドピークをまたはセクションと言います。
なのでここファーストセクションっていう場所、今呼ばれる場所で、こっちにね、こういうふうにやったら、ね、ここがサードピークにセカンドピークで、ファーストアクションできて、これセカンドアクションができるっていうのが、ね、これがピークです。で、このね、三角形と逆三角形のこの2つの対でパワーゾーンって覚えておいてください。この2つの対でがパワーゾーンっていうふうに定義しておくと、このじゃあこれからね、この先にじゃあマニューバーをどういうマニューバーをやっていかなければいけないのかなっていう基準、判断基準ができるんですよ。なんとなくね、これはリッピングだなとかってなると、このパワーゾーンの形で合ってない、要はロングセクション、ロングマニューバーっていう言葉があるんですよ。間違った場所で間違ったマニューバーを得るっていう、ね、直訳するとそんな感じなんですけど、これな、それはどういうことかっていうと、パワーゾーンの形がに合ってないマニューアクションをしちゃうとやっぱり失敗するんですよ。なのでこの形が分かっちゃうと、いや、これはカットバックだな、これはリッピングだなとか、オーザリエントリーっていうねやつだなとか、これはスナップだな、カービングターンだなとか、じゃあラウンドハウスカットバックだなとかっていうのが読めるようになって、あとはじゃあこれはチューブだなとかっていうのもね、読めるようになってきます。なのでこのパワーゾーン、この定義しっかり覚えておいてください。このポケットとおむすびと逆おむすびが見えるようになっている。ちなみにここからここまでが同時に割れます。同時に割れたり、あとは結構早くつながる。なのでなんでか分かります？なんでここ高いんですか？そう、そこね、ここが一番砂がついて高い場所だから、バンクの先端だから。で、次にじゃあこれ、例えばこのね、極端に書くよ、これ上から見たんですね、書いて、こんな感じで砂がついてるんですよ。ここが先端、ここね。で、次のここ、まあ本当はもっとね、もっとこうなんだけどね、まあ極端な話ね、まあこんな感じになってるんですよ。なんかあの鳥取砂丘とか砂漠とかこんな感じじゃないですか、上から見たら。なんかここが浅いバンクだから、ここは深いから割れないんですよ。で、うねりがここにね、こう来た時にここが割れて、こことここがこのセカンドピークのラインに達した時にバンって割れるんですよ。だからここからテイクオフしようとするとマージンがないから速いんですよ。で、ここからだったら、ピークからだったら、でうねりがブーってなってくる時に初めてテイクオフができる。ここはテイクオフマージンないんですよ。なかなかボードが走んない。いきなりパッって割れるっていうことが起きるんですよね。このパワーゾーンっていうのを知らないと、テイクオフする場所もアクションする場所も永遠に分からんねんよっていうところなので、これパワーゾーンっていうのはこのついって覚えておいてください。なんかこのパワーゾーン分かり、質問ありますか？ちなみにボトムターンする場所ってどこか分かりますか？このパワーゾーンの、パワーゾーンで、これ、これ、これ、そうです、この辺です。ボトムスターン、ここでボトムターンします。ここがボトムですよ。みんなね、ここがボトムだと思ってるんで。
そう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 、下側がこのフラットなところがボトムなんで、フェイスのパワーパワーゾーンってフェイスの話でも、ボトムってここです。だから CT 選手ってすごい深いところでボトムターンしてるでしょ。それなんでかって言ったら、このパワーゾーンの前でボトムターンしてるからなんですよ。これ横から見ると断面図で書くけど、こうまあこんな感じで、大体ここまでが、ここがパワーゾーンです。大体ここにね、ボトムライン、僕はボトムラインっていう名前を定義したんですよ、結構昔に。必ず線ができてるんですよ。切り立てるところ。そこの前でボトムターンします。だからここがボトムです。どっから見てると。でボトムラインの前に入っていかないとサーフィンって波の使い方ってうまくなりませんよっていうことを覚えておいてください。質問ありますか？大丈夫ですか？だいたい波が割れるときって絶対ボトムラインができるんで、ボトムラインができなかったら波は割れない。もしくはインサイド側にピークするシフトすることが多いです。でももうね、アクションするのはこのパワーゾーンっていうものをやっぱり理解してないと、やっぱり本当にまずはこのコブ見つけられるようになりましょう。この前のコーチングで、プライベートのコーチングでコブの話したじゃん。あれが見つけられるようにならない、見つけられるようにならないといけないわけです。絶対あります。じゃなきゃ大きい波の時は割と分かりやすいですね。ただ頭の上に全然ちっちゃくてもあります。もう必ずあります。これこのコブ上手い人はここ見つけてるんですよ、ほとんどの人が。でもこっちの、こっち側まで意識できてないですね。ここ消しても大丈夫ですか？で、ここからがもっと大事なところがあって、ここを、これがね、パワーラインって呼んでます。なんか奇跡のコーチングとかってあんじゃん、 NHK でやった。あれのクレイトンっていう人はここをフローラインとかって呼んでますね。こっちのフローだったかな、ちょっと忘れたけど、僕はパワーラインです。でちなみにここってどんな特徴があると思いますか？この特徴が分かると、このパワーゾーンがすごく立体的に見えてくるんですよ。特徴があるんですよ。これここって掘れてますよね。うねりって基本的に全体的に見るとどうなってます？全部掘れてないですよね。私によってこういうレーザーのところですよね。なんか横から見た時ってこう断面ですね。基本的にうねりってこんな感じじゃないですか。でもこのパワーゾーンっていうのはどうですか？こうなってますよね、掘れてるところ。ちょっと想像してみてください。ここ掘れてますよね。ここもこってなってますよね。こういう感じですよね。そうするとこう、どんな特徴があると思います？ちょっと自分が今まで見てきた写真とか映像とか思い出してみて考えてみてください。どんな特徴があるのっていう。これ特徴があるんですよ。これが分かると本当な、ここでやればいいんだっていうのが、ここでしかサーフィンできないんですよ。サーフィンのする場所ってここだけなんですよ。ここをいかにうまく使うかなんですよ。でちなみにこれがね、動いていくわけですけど、
どんな特徴があるか。足をこう、これできそうな感じのこうシャドウになってるような気がする。特徴があるんですよ。あんまりね、こう、この質問に答えられる人がいなくて、自分こっち側からこう言ってるとしますよね。レギュラー方向、ライト方向なんで、これ自分の方に向いてるんですよ。自分に、これ後でちょっと映像写真見て見れば、そうそうそう、だから自分がこっち側にね、こう言ってて、ここは掘れてます、こっちはこうなってるわけだから自分の方向いてるんですよ。そう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 、分かりました。今これなんとなくこれ自分の方向いてるんですよね。そう、そうです、そう、自分の方にパワーゾーンって向いて、この中でサーフィンしなければいけないわけだ。これがで、これが見えることで初めてサーフィンっていうのが、アクションっていうのができるようになるし、こう、なんであの人はあそこであんな早くアクション入れられるのとか、あんなにたくさんアクション入れられるのっていうのは、ここの中でサーフィンしてるから、ここの特徴がなんとなく見えてるから、まあそこの特徴に捉えてるからなんですよね。それをしっかりと具体化していってあげると、もう角度が、精度が上がっていくんで、パワーライン覚えておいてください。でこれを見ていくと、なるほどね、だから本当ビデオの見方が、ね、全然変わるんですよ。でさらにこのセクションの特徴をね、もっと詳しく話しています。ここにどんな特徴がありますかっていうところが分かってくると、もうだいたいアクション、もうテイクオフからだいたいね、前結構いつ頃、4年ぐらい前にやってた、 4,5 年前にやってたコースで、このずっと横に走ってる人がアクションできるようになるためのコーチング、1回のコーチングね、単発でやってたんだけど、これをやったらね、だいたいね、みんなファーストマニューバー入れられになってましたね。テイクオフからすぐ、もうそれだけの回みたいなのをねやってたんですけど、ここどんな特徴がありますかっていう、これね、答え書きます。もうここもコブです。ここは山のこういうもう、ね、コブになってるで、こっちはこんな感じになってるんですよ。ここに分かります、よこの分かるよね、横から見るとこんな感じなんでかっていうと、このリフティングフォースとうねりがちょうど混ざって、ここからポンって前に行きますよっていう状態、コブボコってなってます、必ずボコって。これが見えたら、大体もうほぼアクション入れられるし、波の使い方が上手くなってきます。だからね、ここのアクションするためには、ここボトムラインのエンドなんで、ボトムラインの BLE って書いてあります。ここ通ってね、上がっていくんですよ。これが縦のラインなんです。パワーゾーンです。これが、これが見えちゃえば、もうサーフィンは楽しくて仕方ないです。もうここが見えちゃうと、なんとなく雑な、なんかアクションのやり方でもアクションできちゃうんで、まあやり方間違ってると失敗するけど、まあ基本的にここのラインをどう結ぶかっていうのがポイント。
だからここをね、ボトムの端っこが分かってれば、あとはそこから下見てれば上まで絶対見えるんで、こっちの特徴が分かってくる。ちなみにここ通過点ですよね。ボトムさんからトップに上がってくるの通過点。まあ、2番にもよるけど、大体この辺とかこの辺から求めたのをね、こういうにしていってあげるっていうのがポイントです。でさっき話したセクションスイープの話あったじゃないですか。でこのコブを見つけたらライン取りを、ね、こっちにね90度で降りていきましょうっていう。そうするとこのここにまたセクションがあるわけでしょ。セカンドセクション、ここでね、アクションが入れられるようになってきますよっていうことができるようになってくる。これね、プロとかの映像とか見てみると面白いぐらいこれやってることが多いです。ここはちょっと早いからこういって、ここからセクションねスイープして90度で降りて、でそこからアクション入れてくる。上手い人って結構このねセクション見つけてこういうのやっていくことが多いです。ちょっとね、映像見たらね、より分かると思うので。映像見たいですか？はい、見ましょうかね。じゃあちょっとカメラの位置を変えますな。